遅かったな。まっすぐ印刷室に向かえ。ゼイダン将軍から話がある。彼を待たせるようなことはしない方がいい。よう、どうした印刷ボーイ。俺はどうして。おい、あんた失礼だぞ。頻繁に将軍が来て囚人を確認してる。親しい仲だったらしいけど、一体何をしたんだ。気の毒なやつめ。聞いた話じゃ、今朝ストランドバンジャー脱走するに殺された警官の一人が兄貴だったらしい。で、それに怒った彼は全ての計画を暴露し、お見事よ。ゼイダンの目に留まるわね。で、囚人の罪状は？知る必要はない。ゼイダン将軍の話じゃ裏切り者だとよ。さあ、みんなよく聞け。彼がレーザーゼイダン将軍、平和の番人。市民がクリスタルドーンのことを噂し始めている。そこでこのキャンペーンを市内の他の地区と郊外にも拡大する。つまり仕事が終わるまで休憩はお預けだ。さあ仕事にかかれ。印刷機をフル回転だ。見るつもりか。そこ、何をしてる。ここから立ち去れ。俺についてこい。指示には従うものだ。よし、もうここには来るなよ、ギャナ。なんだ。おい、ここは立ち入り禁止だ。そうだ、足を一歩ずつ前に出せ。予定通りだ。素晴らしい。いった。
い、何をしてるか分かってるのか。ゴミ捨て場じゃないんだぞ。そんな風に振る舞うな。どこで出会うんだよ。将軍だぞ。社会に招待されるわけでも。ん？入ったようね。お見事47。ではゼイダン将軍を探して。うわっ、なんだろう。何か落としましたよ。予定通りだ。素晴らしい。何なんだ。何があった。ターゲットダウン。次はクラウス・ストランドバーグ。AGI? 脇によって。おい、入るの。分かってる、分かってるよ。マジで、今までで最低最悪の止め方だ。なんであんなスピードで突っ込んだんだ。分かんねえよ。
迅速な対応に感謝する。まさか。なるほど。入れたようね。お見事47。ではクラウス・ストランドバーグを探して。叫び声。楽にしろ、新兵。警官を犠牲にしたんだ。やりすぎだろ、ワイガナ。ブロックインの警官をやったと。そんな話で指入ってねえだろ。まあ、なお、どこに流れるものかは気になる。誰かがレーザーついたの。